こんにちは、浅木靖子です。今日はこの秋の奇跡のコース101、そしてそれに続くオンラインコース第4期のご案内を簡単にさせていただきます。奇跡のコース101というのは、奇跡のコースとは何か、その理論をお話しさせていただくわけではありません。奇跡のコースというのは、お勉強ではなくて経験です。何の経験かというと、皆さんもご存知の通り、私たちの心にはスピリットの思考体系とエゴの思考体系があって、普段エゴの思考体系に絡め取られがちですけれども、許しによってスピリットの思考体系に移行する、ホーリースピリットの助けによってスピリットの思考体系に移行する。そうするとスピリットの思考体系に戻って、そこで物を見るならば、何が見えるか、何が変わるか、どんな経験がやってくるか、それを積み重ねていくことですね。それで手始めにどんなふうにそれをやってみるか、それを5回に分けて皆さんとシェアしていきたいと思っています。そしてそれに続く第4期は、私たちはみんな困難依存症、痛みの依存症、私はまだまだ足りないです依存症ですよね。そこからの回復を丁寧にステップバイステップでやっていきたいと思っています。依存症のサポートグループというのは世界中にたくさんありますけれども、そこで行われている12ステップというのは素晴らしくよくできているプロセスです。で、それに当てはめていくわけではありませんが、それに準じたやり方で一緒にやっていきたいなと思っています。こちらも、まあ、理論というか理解を深めながら一緒に経験していくというコースになります。ぜひご一緒してください。私も楽しみにしています。ありがとうございました。